ナンバーアンダーラインアイがマクドナルド新 CM に登場。平野賞、神宮寺裕太、ガイ太がハワイを満喫。マクドナルド新 CM の裏側を大公開。平野賞が語る、夏って素敵やんインタビュー全文。7月23日から放送予定の日本マクドナルドの新テレビ CM、めっちゃハワイアンバーガーズ編に、3人組グループのナンバーアンダーラインアイが登場します。平野賞、神宮寺裕太、 ガンユータが、めっちゃハワイアンと夏を満喫する姿が描かれています。マクドナルドは、夏恒例の、ハワイキャンペーンを今年も24日から期間限定で実施し、めっちゃハワイアンをキーワードに、シンバーガー、ザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズをはじめ、ソースがリニューアルされた、チーズロコモコガーリックシュリンプ、チーズロコモコマフィン、さらに、シャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味や、マックフィズ、マックフロートブルーハワイ2024など、 多彩な商品を揃えています。CM では、ナンバーアンダーラインアイの3人が夏の青い海に集合し、肉厚ビーフのバーガーにかぶりつき、めっちゃハワイアン、遠いしさと魅力を爽やかに伝えています。撮影は、夏のハワイを再現したセットで行われ、平野、岸、神宮寺は、お、なかなかハワイアンハワイアン、と気持ちを上げながらスタンバイ。並んで砂浜を歩き、 キリッとした表情でサングラスを外す場面では、やや力が入りすぎた騎士に、真顔すぎるよ。笑いと平野が大受けし、神宮寺も反応するなど、わきあいあいとした雰囲気が漂っています。チーズロコモコをめぐっては、平野がその味に感激の様子。優しい手つきでバーガーを受け取ると、しげしげと眺めながら、パティとチーズと卵と野菜も入ってる。ビッグマックみたいだけど違うね、と興味津々でした。 また、ウクレレの音に耳を傾けるシーンもあり、空き時間にメンバーでウクレレ談義を楽しみ、俺らも弾いてみたかったね、と話していました。神宮寺が、ザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズを食べるシーンを迎えると、平夜が、ジンは一発で決めるよ、笑いとプレッシャーをかけ、平ヤ＆ガンがいたずらっ子のようにオーバーアクションを連発し、神宮寺は、二人ともやりすぎ。笑いと苦笑い。 平野は、もし俺らのせいで NG 出たらまずいよね、笑い騎士は、演技は完璧。あとは皆さん次第、と周囲の笑いを誘っていました。シャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味では、横並びでペーパーバッグをシャカシャカと振って盛り上がり、うま。これおいしい。いいね、とグッドなリアクション。3人はかつて一緒に行ったハワイでマクドナルドを訪れた思い出に触れ、また行きたいよね、と話していました。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーは新 CM の撮影を終えた感想について、神宮寺が楽しかったですね。夏をめっちゃ感じたよね、騎士が本当に夏を感じられて、撮影の時間も長かったので、本当に晴れの気分を味わったというか平野が、僕たちも夏らしいことってまだ何一つしてないので、いち早く夏らしいことをした気分になりました、と語りました。また、騎士は浜辺を走りましたしね、神宮寺はプライベートビーチだったからね。 完全なる、笑い、平野は、プライベートビーチの割には、スタッフさん多すぎたけどね、笑い、と笑いながら話し、神宮寺も、確かにね、笑い、見守ってくれてた感があったね、と付け加えました。さらに、めっちゃハワイアンバーガーズを味わった感想と、この商品を楽しみたいシチュエーションについて、平野は、僕は、チーズロコモコを食べさせていただいたんですけど、もうマジでハワイなの。海辺のシチュエーションとか、実際にハワイで食べたいぐらいの勢いです。 めちゃくちゃ美味しかったのでぜひ夏らしいシチュエーションで食べてもらいたいと思います」と話しました騎士は僕がいただきましたガーリックシュリンプもハワイで食べた味を思い出すくらい本格的エビがプリプリすぎてそのプリプリさもこの衣のサクサクでより食欲が進むんですよねそれで言うとエビフィレをマック人生の9割5分で頼んでるんですよと述べ平野はマックのエビ好きにはたまらない 食感の差が良さそうだね、と共感しました。神宮寺は、僕は、ザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズをいただいたんですけど、食べて本当にびっくりしたのが、ポテトが入ってるんですよ。今までは別だったから、それが一緒に味わえるのもすごい斬新で美味しかったです。結構マイルドかなと思ったら、急にスパイスがいい具合に入ってきてくれて、食べてて病みつきになりました。最高に幸せでした、と熱弁しました。 また、一日だけハワイで自由時間ができたらどんな一日を過ごしたいか、理想のハワイ旅について、騎士は自然を楽しみたいかな、自分はと話し、平野はマリンスポーツしたいな。神宮寺は魚を見たい。潜って、と答えました。騎士はシュノーケリングいいね。やっぱ綺麗だし、海も青くてと賛同し、平野は、でも前もさ、三人でマック行ったよね。ハワイのね、と思い出を語り、騎士は、言った。 ハワイで行った。平野は、だからもう、それにしようよ神宮寺は、着いたその日に行きましたよね。平野は、ストレッチして、海潜って、出て、騎士は、お腹空いてきた、と平野は、その後マック行って、一日終了でございます。と笑いながら話しました。さらに、夏ってめっちゃハワイやん、という CM にちなんで、夏ってやんと思う夏の定番について、神宮寺は、夏って T シャツやんなんですよ、と言い、平野は、そりゃそうですよ。 夏でトレーナー飽きてる人あんまりいないですよ、笑い、と突っ込みました。神宮寺は、そうだけどさ、笑い。バリエーションがもう T シャツだけだなって思ってんだよね、最近と言い,い、平野は、おしゃれがむずいよね、と同意しました。神宮寺は、だから何かあるかなって探してるんだよね、と続け、平野は、俺はね、夏って素敵やん。やっぱ素敵じゃない小さい頃の思い出とか学生の頃の思い出って、夏が出がちじゃない 部活とか、なんか青春って感じしないいや、花火県に行きたい、と語りました。騎士は、僕は、夏ってなんだかんだ寒いやんっていう。なんでかっていうと、暑いやんって突っ込みたくなる。家とか帰って寝たりすると温度調節むずくないっていう。冷房とか朝起きたら寒いとか、なんだかんだ寒くないと述べ、神宮寺は、ひや。しすぎじゃない笑いと笑いながら話しました。 騎士は俺だけ絶対みんなあると思うよ、笑い。気を抜くと夏でも風邪ひくみたいな。気をつけていただきたい、と付け加えました。最後に、新 TVCM をご覧になる皆様へ向けたメッセージとして、平野は、この度、めっちゃハワイアンバーガーズの新 CM に出演させていただきました。 騎士は肉厚ビーフのチーズロコモコエビがプリプリのガーリックシュリンプ神宮寺はボリューミーなザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズってめっちゃハワイアン。さらにシャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味が期間限定で登場します。騎士はめっちゃハワイアン。平野は7月24日水曜日から全国のマクドナルドでぜひ全員お楽しみくださいと呼びかけました。 このように、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが出演する新 CM、めっちゃハワイアンバーガーズペンは、夏の楽しさと美味しさを存分に伝える内容となっており、彼らの自然体な姿やユーモア溢れるやりとりが視聴者に笑顔を届けます。また、マクドナルドの期間限定商品を通じて、夏の特別なひとときを楽しんでいただけることでしょう。新たなハワイの味わいとともに、皆さんも、めっちゃハワイアン、と感じること間違いありません。